トーマス・ウェイン・ホーバスは、アメリカ合衆国のバスケットボール指導者で、元プロバスケットボール選手。コロラド州、デュランゴ出身。現役時代のポジションは、スモールフォワード。2017年1月より、バスケットボール女子日本代表のヘッドコーチを務め2020東京オリンピックでチームを銀メダルに導いた。2021年9月より、バスケットボール男子日本代表のヘッドコーチを、 勤めている。コロラド州、デュランゴ出身。5歳の時、バスケットボールを始める。ウィディフィールドハイスクール、ペンシルベニア州立大学卒業。大学卒業後、ポルトガルリーグのスポルティングを経て、1990年に日本リーグのトヨタ自動車ペイサーズに入団。4年連続の日本リーグ得点王や、2年連続のサポイント王を獲得。1994年、 NBA のアトランタホークスに所属し、2試合に出場。1995年、独立リーグ CBA ピッツバーグピラニアズを経て、トヨタ自動車に復帰。2000年、東芝レッドサンダースに移籍し、1シーズンプレーした後引退。アメリカ帰国後、アメリカ連邦捜査局に応募していたが、同時手発テロ事件の影響で採用が見送りとなり、一般企業に就職した。その間に、 高校生のバスケットコーチをしていた。2010年、W リーグに所属する JX サンフラワーズからオファーがあり、コーチに就任。女子バスケットに関わるのはこの時が初めてだった。2011年、中川文一 HC の下、女子日本代表アシスタントコーチを務める。2012年から2013年にかけて、本場のフェニックス・マーキュリーにて、ボランティアアシスタントコーチを務める。 2014年、JX アソシエイトヘッドコーチ昇格。内海奇襲 HC の下、女子日本代表のアシスタントコーチにも就任。2016年、JX エネオスのヘッドコーチに昇格。W リーグ2016から17シーズン、コーチオブザイヤーを受賞。2017年、女子日本代表ヘッドコーチに就任。 女子日本代表における外国人 HC は史上初、フィバ女子アジアカップで2017年大会と2019年大会で優勝を達成。2018年のワールドカップスペイン大会で9位。2021年7月開幕の東京オリンピックでも指揮を取り、日本史上初の銀メダル獲得に導いた。2021年9月21日。 バスケットボール男子日本代表のヘッドコーチに就任したたことが発表された。深い話。ありがとうございます。